はい、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、地元南阿蘇村で聞こえる謎の音を調べに来ました。山の方からですね、ゴーっていう音が聞こえると。俺も聞いたんですけど、飛行機のジェットエンジンの音が近いかなっていう感じでした。目指す場所はですね、見当がついてて、うわ、虫阿蘇観光ホテルがあるところに向かいたいと思います。そこの横にですね、通称泥火山と呼ばれている水蒸気が上がっている場所がありますので、そこじゃないかなと。では出発したいと思います。入れないですね。私有地につきですね。防犯カメラも作動中という看板もありますね。この先がですね、阿蘇観光ホテルがあるんですけど、今回の目的はこの先なんですよね。しょうがないですね。音自体は川とは別の音も聞こえるような気もするんですけど、川の方が強くてよく分かりませんね。泥火山があるあたりに光が見えますね。カメラじゃちょっと捉えれないんですけど、そっちから音がしてます。ゴーって。車のエンジン音が混ざってるので聞こえづらいと思うんですけど、確かに音が聞こえますね。川の音かと思ってたのと違う音ですね。これが音の原因だと思うんですけど、ちょっとわからないですね。工事の人がいるんでしょうかね。謎です。肉眼だとですね、すっごい煙の量が見えます。カメラじゃちょっと捉えれないですね。もう少し明るければ分かったんでしょうけど、確かにそっちから音が聞こえてます。はい、ちょっと降りてきたところなんですけど、近くにいた時よりも少し離れたところからの方が音が分かります。ゴーっていう音が聞こえてますね。あ、聞こえる。ゴーって聞こえますね。
はい、ということであちらの泥火山の近くまで行ってみたんですけど、結果的に立ち入り禁止だったので入れませんでした。いや残念でしたね。直接見れたらですね本当良かったんですけど、音は間違いなくあそこから聞こえてますね。一体何が起きてるんでしょうか。気になるな。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。